おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は火曜日。今日ね、夢でね、なんか遅刻する夢見たの。今日はリハがあるんだけど、夢で遅刻する夢見てちょっと怖い。もう遅刻する夢を見ちゃったらさ、ちょっと怖いじゃん。遅刻したことありそうでない。めっちゃギリギリとかな。おはようございます。眠たいな。小太郎くん基本ツンデレ。小太郎くんはもうツンデレでしかない。てかツンツンしかない。デレデレの全くない。あの自分の都合のいい時だけ甘えて、普段は全く甘え、甘えない。
そう、都合がいい時っていうのはご飯欲しい時とかだけ。もう誰にも出るでしないもん。で本当に自分の都合がいい時だけ、あの都合がいい時、なんかあの時ご飯欲しい時だけねだってる。めっちゃスリスリしてね、いつからそういう子になってしまったのやろ。一緒に寝てないよ。寝れないもん一緒には。あの小太郎は夜行性の猫ちゃんだから寝てない。寝れたらいいんだけどね。だから小太郎が寝てる時に隣で添い寝とかをめっちゃ、私がね、小太郎が寝てる横に行って私も一緒に寝るとかならあるけど、今日りさきちゃん誕生日ですね。そうなのよ。誕生日19歳、すごいね19歳って。ねえ、なんか答えはちょっと、なんかね、どうしたらいいんだろうね。でも新しく買うお家に来る妹ちゃんにはもうデレデレデレさせたいんだけど、難しそうではある。それがなんかね、懐かれない家、もしかして私んちって。おはようございます。おはようございます。
眠たい。なんか昨日ね、なんか寝れなくて、まあ、普通に朝じゃない、そう昨日はまあ普通に休みだったから、休みじゃないか、え今日って月曜、今日は何なの、今日火曜か、ちょっと勘違いしてたえ待って、15分なったこれ、今表示出た気がしたんだけど、ちょっと昨日は日曜じゃなかったえっと普通に、じゃあ普通にあれだね、なんかじゃあ普通なんか私的にてっきり、あら、なんか私の今の解釈では、あの昨日は休みだったから遅くに起きたからあの寝るのが遅くなっちゃったって、思ったけど、そう、じゃあなんで寝れなかったんだろうね、お昼寝でもしちゃった、いやしてないんだよな、でも本当に多分疲れてないからかな、なんか疲れてない、なんか疲れてないっていうか、この公園あった人とかは寝れるんだけど、何もなかった日、何もしてない日は眠くなくて眠れない、そしたら朝が眠たくなっちゃう。なんかさ、まあじゃあ昨日は普通に起きてたのにあれだったってことか、でも多分、いや意外とね寝れたんだけど、眠たい子はなかったんだと思う、あの普通に。勝手に、でもあくびとか出なかったんだよね、なんか眠たいって脳があれしなかっただけで、本当に眠たかったんかな、そう、でもなんかあの無理やり寝ないといけない日、例えば次の日がめっちゃ朝早いとかだったらあれじゃん、とかだったら無理してでもないけど、あだった、
13位しみしみさんありがとうございます。12位ひさしさんありがとうございます。11位りかさんありがとうございます。10位ワンタあ10位おたまちゃんさんありがとうございます。9位かべちょろさんありがとうございます。8位ワンタンメンさんありがとうございます。7位ペシさんありがとうございます。6位なっちゃんさんありがとうございます。5位しんさんありがとうございます。4位ちゃんとくさんありがとうございます。3位のりさんありがとうございます。2位さだのさかなさんありがとうございます。1位ごうくんさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね、朝は眠ったい。